はい、夜更かしです。はい、今日新潟2日目ですね。そうっすね。でもちょっといきなりね、昨日夜まで2人でねテンション上がってカラオケ行っちゃったんでね、ちょっと疲れてますけどね。そうっすよね。ドライフラワー歌ってましたよね。いや、うまかったっしょ。いや、ちょっとそれはごめん。ちょっと気を取り直してで、ね、頑張りましょうか。そうっすね。今日はあの長岡市まで来まして、長岡駅から約30分ぐらいですね、バスに乗って来たんですけどね。すごい閑静な住宅街ですね、今日。そうっすね。こんな感じで非常にのどかな閑静な住宅街と一面の田んぼに囲まれてますよね。そうですね。で、はい、そこにいきなり結構大型な温浴施設が登場しましたね、はい、グレード高そうっすね。そうっすよね。なんていうところなんですか。はい、春食湯どころ宿秘宝さんというところです。はい、行きましょうか。じゃあ、じゃあ行きましょうか。はい、はい、こんにちは。はい、今日は気泡の丸山さんという方です。はい、お若い方ですね。あ、お若いですね。ちょっと緊張しますけど、ね、緊張。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ広いですね、ここ。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと早速中の方行かせていただきたいと思います、はい、じゃあご案内します。はい、はい、めっちゃ綺麗。お土産所もあって、はい、あ、本当だ、すげえバリエーション多そう。宿泊もできる。そうですね、日帰り温泉がメインではあるんですけど、今は宿泊の方を中心に予約いただいてますね。県外とか来られてる。今だと新潟県、特に長岡の方中心ですね。あ、本当ですか。はい、わかりました。じゃあどうぞ行きます。はい、お願いします。じゃあエレベーターで3階に。あ、はい、2階が大浴場。そうです、2階が大浴場、3階が個室が。そうです、うん、あとはちょっとじゃあ休憩場ですね。はい、失礼します。あ、涼しい。あ、ここが普段こちらは、はい、貸し切りの個室、あとはお風呂とセットで使う方はこっちも使えるんですけど、はい、今日は貸し切り風呂ということで、はい、はい、こちら。あ、じゃあこっちいいですか。はい、どうぞ。あ、はい、じゃあ失礼します。お失礼します。パッとね、見ますか、温泉。あ、露天もいいですね。いや、眺めがめっちゃいい。あ、すげえ眺め。これやばい。一面田んぼですね。お風呂もこういう感じで。景色がやっぱすごいいいですね。そうですね、開けてて。場所が、はい、3階ということもあるので、お客さんも喜ばれそうですね、これだと。そうですね、特にあの貸し切り風呂は家族連れの方とか、はい、よく利用してもらってますね。じゃあもうそろそろね、ちょっといろいろご紹介いただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっともうそろそろもう半島入りたいんでね、いいですかね、そろそろ。いや、ちょっと、いや、ちょっとその前にちょっと待ってもらっていいですか。いや、なんですか。え、いや、実はね、はい、まあ、温泉 YouTuber を名乗るからには、はい、ちょっとね、温浴施設で働いてる方の苦労もね、知っていただきたいなと常々思ってるんですよ。いや、分かってますよ、それも皆さん。いや、忙しいと頑張ってる。いや、ちょっと分かってないと思うんで。分かってない。分かってないと思うんで、ちょっと今日はね、特別に丸山さん、ちょっといいですか。はい。はい、ちょっとご用意していただいたものがあるんで。はい。はい。どういうことじゃあこちらを着ていただいて、はい、作業の方お願いします。はい、はい、今日は題して一日従業員やってみたです。従業員やるんか。はい、いや、働いてください。いいですけど、これで働いたらお客さん減りますよ多分いや、大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。今日はちょっと了承をいただいてるんで。はい、はい、どうですかね。いや、いいですね。いや、似合ってますよ。これもこういう発表来て皆さん働かれてるんですかね。いや、なんで俺だけだったらめちゃくちゃかっこいいスーツじゃないですか。特別に。そうです、特別仕様。観光大使的なやつですかね。ぜひぜひお願いします。わかりました。じゃあちょっとよくわかんないですけど、手伝わせていただくという形でお願いします。はい、行きましょう。はい、じゃあまず厨房からのご案内をお願いいたします。はい、ちょっと邪魔にならないように。はい、お願いします。初めて入りますね。はい、お願いします。失礼します、すいません。失礼します。はい。おー、すげー。あ、失礼します。失礼します。はい、払わないよ払わないですか。はい、頑張って。はい、系統、そしたらですね、中にお皿があるので、はい、
と洗剤をつけてもらって、かなりのお客さんですもんね。そうですね、特に日曜日だと。はい、じゃあやります。はい、これ時給発生しないんですよね。いや、するわけないじゃないですか。いや、大変ですね。丸山さんも昔食べてたんですか？いえ。いや、やらないでしょ。これで、これ洗って。そうです、流してもらって。で、ここに置いてください。はい、あれ、アルバイト経験とかあるんですか？いや、俺ですか？はい。イタリアン料理屋でバイトしてたんですけど、容量悪すぎて、すぐやめちゃいました、ね。いや、それ使えないじゃん。味噌出汁もお願いします。12時でやっぱお忙しいですか？そうですね、ちょっと。一番忙しいですよね。はい。皿洗い終わりましたね、やっと。どうでした、皿洗いは。大変だなって思ったのと、はい、皆さんのちょっと緊張感がすごくて、お忙しい時間帯だったんで。そうですね、明らかに浮いてましたね、俺。もう浮いてるどころじゃないですよ。はい、でもちょっとありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではね、終わりですかね。いや、そんなわけないですよ。え、いや、間髪入れず、じゃあ今度は掃除の方をね、やっていただこうと思います。掃除ですか。はい、館内の掃除を、はい、どういう掃除なんですか。いや、ちょっとここにキッズルームがあるんで、はい、ちょっとこちらちょっと今かなり散らかってるんでね、はい、これをちょっと片付けていただいて。やります。お願いします。はい、はい、これ入れればいいですか。そうですね、はい、特に今ルールはないので、はい、ぐるぐるに縛ってもらえれば。丸山さんもお子さんとかいらっしゃるの。私、そうですね、あ、小学生と保育園の子供が、はい、そんなに大きい。そうなんです。なんかいきなりめっちゃプライベートな質問ぶっ込んでますよ。大丈夫ですか。そうですね、で言うたらまた縛ってもらえれば。シュールだな、これ。いや、下手か。下手か。この発表切られる時ってのはどういう時が多いの？基本的にはイベントがある時ですね。毎月第1木曜日が地方の日というのがあって、はい、でそこだとビンゴ大会をしたりとか、あとは食事の割引とかっていうのがありますね。はい、うん、はい、どうする。大丈夫ですかね、なんか。そうですね、はい、あとじゃあ私が。いやあとは最後に掃除機かけてもらっていいですか。はい、わかりました。はい、じゃあ掃除機お願いします。じゃあどうですかね、こんな感じで。いいと思います。ありがとうございました。すみません。どうでした、なんかいろいろやっていただきましたけど。いや、もう本当一部だけだったと思うんですけど、こんなレベルじゃないと思うんですね、皆さんやられてるの。はい、絶対それ大変だなと思ったんで、もうその思いを感じながらこの後入浴したいと思います。そうですね、その感謝を忘れずにね、ちょっともうちょっと謙虚にしていただいた方がいいんじゃないか。なんで今日ちょっとそんな厳しい。今までカラオケでめっちゃ仲良かったじゃん、これ。いや、じゃあちょっと丸山さん、そろそろお風呂行く。あ、じゃあいいですかね、そろそろ、はい、あ、念願の。はい、ちょっとじゃあ今日は貸し切りのお風呂にご案内いただくということで、はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあちょっとやっと作業を終えたということでね、温泉の方入らせていただけるので、はい、来ましたけども、はい、はい、じゃあそしたらこちらが貸し切り風呂の稲穂というお部屋ですね。はい、はい、じゃあ早速ご案内します。あ、はい、はい、行きましょう。ああ、やっとだ。そんな気だるそうにしないでください。じゃあ早速着替えさせていただいて、はい、はい、入りたいと思います。はい、はい、ちょっと着替えましてね、じゃあいよいよ、はい、お願いします。はい、はい、じゃあ入ります。はい、はい、そのためにね来ましたからね、新潟まで。ようやくですね。ようやくですよ、もう。あ、いいですね、ちょうどいい。じゃあ失礼します。あ、ちょっと厚めですね。そう、ちょっと厚めですね、はい、気持ちいい。じゃあ失礼します。あ、いやー、いいな。
泉質ってどういう感じなんですかね。泉質は単純温泉になってまして、はいはい、ずっと体がポカ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 温かいっていうのがうちの温泉の特徴ですね。上がった後も結構体が温かい。そうですね、あの真冬で結構雪が多いんですけど、はい、やっぱりもう半袖で帰る方もいらっしゃるぐらいなんで。新潟ですか。すごいですね。この辺りも雪一面すごい。そうですね、かなり雪は降りますね、はい、雪国っすよね。そうですね、雪降ってここを入ったらもう最高ですね。そうですね、結構あのライトが当たって雪がこうキラキラ輝いて綺麗って方も、はい、結構振り放せていますね。長岡のなんか見どころとかあるんですかね。なんかどんな街か知らなくて。あ、そうですね、長岡だと最近道の駅の花火館というのができまして、はいはい、あのお土産もあればちょっと今年長岡花火2年連続で中止になってしまったんですけど、はい、長岡花火が見れるこうシアターのようなあったりするので、ここから車でだいたい10分ちょっとですかね、あで行けますので、なるほど、結構あの県内外からはい、あの観光客の方もいらっしゃってますね。長岡なんで花火をやっぱ一番押されてるって感じですかね。そうですね、はい、一回フェニックス見てほしいです。なんすかフェニックスって。最後になんか音楽と一緒にすごいです、もう一面花火になって、はい、視界全部花火ですもんね。そうです、あれは衝撃でしたね、はい、昔行ったことがあるんですけど。それは誰と行ったんですか。この当時付き合った人ですね。あ、もう別れたんです。別れました。別れました。今回2日間ですか、新潟旅して温泉行ったんですけど、はい、めっちゃ楽しかったですね、今回。楽しかったですね。もう本当野生の温泉からもこんな立派な温泉まで堪能させていただいてね、でも新潟はちょっとすごい楽しかったんで、またぜひ来たいと思います。はい。じゃあ今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。